こんにちは。今日紹介するのは海洋堂さんから出ている1つ400円のガチャ商品ワールドウィングスデフォルメ 1T4 編です。ラインナップは6種類あります。紹介していきたいと思います。はい、カラーの方は3種類なんですが、それぞれデスクトップモデルとプルバックモデルと1つのカラーで2種類あって、全部で6種類になります。まず青いのがブルーインパルスカラーのデスクトップモデルと、下がプルバックモデルですね。こちらがプルバックモデルです。はい、次が赤いのが13飛行教育団カラーのデスクトップモデルとプルバックモデル、そして基本カラーのデスクトップモデルとプルバックモデルの6種類になってます。パーツの方はそれぞれこのような形で袋に入ってまして、自分で組み立てていただく感じになります。1つ基本カラーの方を組み立ててみました。仕上がりはこんな感じなのですが、今から実際にブルーインパルスカラーの方の青いやつを組み立てていきたいと思います。パーツは全部で9個のパーツに分かれてます。ちなみにこちらの方のパーツがですね、すごく細くて尖っているので、組み立てる時に怪我をされないように気をつけていただきたいと思います。では組み立てていきます。はい、まず頭部分をつけました。次、操縦席かな。なんて言うんでしょう。操縦席にいいのかな。こんな感じで簡単にはまります。次は羽。そして背中の羽をつけて、そしてこの時々のパーツを刺したら飛行機部分が出来上がりですね。そしてですね、こちらが台座パーツになりますので、台座パーツをつけてもらって、完成です。はい、1分足らずで作れます。はい、お子さんと一緒に組み立てたりしても喜ばれるんじゃないかと思うのですが、こうやって並べて飾ってあってもかっこいいですね、とても。はい、こんな感じで不器用な私でも簡単に組み立てれるものになってます。いかがでしょうか。こんな感じでですね、これからもいろいろな商品を紹介していきたいと思いますので、是非チャンネル登録の方していただけたらと思います。今日紹介したのはワールドウィングスデフォルメ 1T4 編でした。それではさようなら。